はい、皆さんこんにちは。キャリアチャンネルの船橋です。ご覧いただきありがとうございます。今回はですね、20代のうちに2度ぐらいの転職であれば道は戻せるというテーマでお話をさせていただきます。私がですね、25歳の時に最初に新卒で入ったソニーを辞めた時にですね、まさにこの話を、親に対してしてました。20代であれば、まあ1度や2度、まあミスを仮に、まあミスというかチャレンジをして仮に失敗したとしても、道は戻せるということをよく言ってました。で、今私自身が、まあ約5年半から6年ぐらい転職のエージェントをやってて、やっぱり思うんですけど、1度や2度、まあ2度ぐらいだったら、まあ仮にチャレンジをして道を変えたとしても、まあ道は戻せるかなっていう、まあその感覚がすごく強いです。でただ、まあ、すごく重要なことって、まあ、もちろんそこの一回一回の自分のアクションに対して学びがあるかとか、まあ、いわゆる反省があるかみたいなところっていうのは非常に重要ではあるんですが、ただそこ次第では、まあ、一度や二度のチャレンジっていうのは、まあ、仮にしても道は戻せるという気持ちで、もしちょっとでも迷ってらっしゃる方がいるのであれば、まあ、そんな気持ちで前に進んでみたらどうかなというふうに思います。でただ、業界とか会社さんによっては、いやもう20代で1回転職してるって、まあ非常に安易ですよね、みたいな感じで、書類でバサッとこう切られて、しまう会社とか業界もあります。でただ、多分、そういう、なんていうんですかね、フィルターをもう設けてる時点で、どちらかというとチャレンジに対して前向きな会社では多分ないんですよね。なのでおそらくそもそもあなたとのその考え方ってそもそもミスマッチが起きているので、多分そういった、まあ例えば転職が20代だったら、まあ一回してたらもうダメですみたいな会社であれば、多分そもそも合わないので、まああんまりそこは気にしなくていいんじゃないかなというふうに感じます。で、ここからが実はすごく重要で、何かこうチャレンジを20代で仮にするじゃないですか。で、1回転職して、あ、またちょっと違ったなと思って、1、2年で例えばどうしようと思った時に、なんかこう経歴がこうだんだんこう増えていくというか、まあ、職歴がだんだんこう増えていった時に、多分、例えば20代で、例えば2、3社行ってるって、まあ通常にこう結構応募したら、だんだん書類が通んなくなってくるんですよね。ただその時に結構信頼できるそのエージェントさんっていうのを何人か多分自分の周りに置いておくことっていうのは多分すごく重要になってくると思います。で、これってなんでかっていうと、その信頼できるそのエージェントさんを置いておくことによって、その彼らが、まあ、直接お取引先の例えば企業があるエージェントさんであれば、そうなんて言ったんですかね、企業の人事から、まあ、〇〇さんが、OK っていうのであれば、書類の選考なしで私会いますよ、みたいな感じで、まあ、そんな信頼関係を築いてるエージェントっていうのは、ごくわずかですが、います。で、そういったエージェントさんを多分周りに何名か多分置いておくことによって、自分がなんかこうチャレンジをした時に、なんですかね、例えば1社2社転職したけれども、まあ、それぞれ学びがあって、それぞれ反省があってと。ただその通常応募で普通に応募したら多分それって跳ねられるので、跳ねられるケースの多分書類としては多いので、ただそこで、まあ周りに、なんていうんですかね、いや、あなたであれば僕が推薦ちゃんとしますとか、いや、あなたであればこっちからプッシュしとくんで、みたいな人を周りに置いておくことによって、まあその経歴だけでは判断されずに、いい会社に多分巡り会えると思います。なので、そのご自身がチャレンジする上でも、まあ、もちろん一人でやりたい人は別にやってもらって結構だとは思うんですが、意外にそういうふうにすごくメリットもあるので、周りにそういうふうに置いておくことっていうのはすごく重要だと思います。ただその繰り返しですが、簡単にこう職歴とか経歴を汚すのももったいないので、まあそれぞれにちゃんと意思とか、まあをちゃんと持って、行ったチャレンジであれば、多分その間に入ってくれてるエージェントもそれをちゃんと汲み取ってくれると思います。で、逆に、なんですか、エージェントとの面談って意外に結構重要で、あ、なんかこの人全然考えずに行動してるんだなっていうと、もうその相手にそういう、なんかこう、インプットされてしまうので、まあ、決してこう、なんて言ったらいいですかね、作っていく必要はないですけど、ただやっぱりある程度考えはまとめた上で、まあ、エージェントの人と会う方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。なので、まあ、20代であれば、まあ、2度ぐらいであれば、まあ、チャレンジしてみてもいいんじゃないかなというふうなのが私の意見です。はい、それではまた次回お会いしましょう。